今、あなたの大切な人はどこにいますか？今日は、大切な人が遠く離れているとき、寂しい気持ちや会いたい気持ちの伝え方についてお話しします。まずは、あなたが恋しいです。これは、あなたに会いたいという気持ちを表します。他にも、ダイレクトにあなたに会いたいですと言ってもいいですね。他には、長い間会えなくてちょっと寂しい気持ちがするとき、その時はあなたがいなくて寂しいですと言ってもいいですね。他にも会えなくて寂しいですと言いましょう。あとは具体的にあなたのことを考えるとき、例えば声が聞きたいとき、こう言いましょう。早く声が聞きたいなと言いましょう。あとは、ずっと会えないときに急に あっちの大切な人から連絡が来たら、今君のこと考えてたよっていうのもロマンチックですね。他にも顔が見たいなって言ったり、なんだか会いたくなっちゃった、今会いたくなっちゃったとか言ってもいいですね。最後に、大切な人と別れて大切な人が遠くに行っちゃうとき、こう言いましょう。お会いできなくなるのは寂しいですねと言ってもいいですね。じゃあ以上です。あなたの恋人、友達、遠く離れている大切な人に使ってみましょう。じゃあねー。